皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もダークソウル3遊んでいきましょう。さあ前回についてはこの新マップファラの城塞を攻略中です。で前回ね、2つの火を消した上で中ボスっていうのかな、はぐれデーモンを倒しておきました。今回は残った最後の火、それとボス戦に向かっていきます。まずねこっちかな今日で、早速アイテム。これ何？よし、苔玉。と、そこもね。これタイミングよく押していきます。これ何？鉄の体。これ呪文かな？まだ後ろからすげえ声しない？落としない？気のせい。うわ、ここは、バジいた、バジか、バジか。バジかって言っちゃった。マジか。これは素通りかな？こっからどこに行く？うわ、これ行けなく、行けないわな、こっち。うわ、これ、待って、あー、もう。ここ入ったら終わりか。そう。早速死んだわ。多分このハリスカ、これバツかな？ソウル、あれいらんわ。確か4ソウル。はした金です。文字通りはした金。これ、あー、なんかあったなかった。これでもって、これ何？ソウル、はい。これ、いける？あ、いけるね。あれで突っかかったらもう知らん。これで、ソウルあってからの、これが多分、最後の機能。で、さらにバジ。そこもバジ。こういくか。こう、わー、待って、結構いる興奮。はい、ありがとう。待って、ここダメ、ここダメです。うわ、なんかそこになんかあったし。これ何？これ多分自分5年前行ってない？あと待ってな。これなんだろう。敵かな？一旦、迎撃。こいつらね。はい。あ、まずい。呪いがする。くそ。あ、ここもいた。ちょっと、これ勘弁してよ、これ。あー、だからさこのガス広いわ。そこなんだあれ、宝がある。ちょ待ってね、これやっとくか。さすがに厄介すぎる。くー、そこになんかちょうどこれ複数引き固まるとこれ困るね。やばいな、ほら。んでこいつ、はい。よしよし。最後。いや、2機ぐらいかな。これジャンプ？違う。一旦ソウル。くー、待って、また死の香りがしますぞ。やだ、本体だ、これ。待って、ダメだったから。もうこれ、人懐っこいんだよ、こいつら。よし。で、こいつ、処理。うわ、まだ生きる。いける。よし。さてさて、ようやくです。ゆっくりだ。これ何？遺体かな？黄金のスクロール。と、これは、あ、開けちゃった。あ、セーブだった。と、フルメカ支援装備。黄金のスクロール。これ大事かな。ちょっと見とく。これね、黄金のスクロール。皇位たちの長い探求の成果。魔術師に渡すことで、ウーラシールの魔術を学べるようになる。失われた魔術の国、ウーラシール。その魔術は光を操り、黄金の輝きを持ったという。このウーラシール、これ出てきたのダクソ1だったっけ？確かあったね。おいで、こっから、そこ何？上があった？ああ、多分上から来るのか。で、多分ですね、そろそろ終わりかな。回収物。これで、そこに行く。これどう入る？こっちかな。
そこの正面。あれ何アイテム、ただあの、バカ、そう、あの、バカでかいですね。今のうち投げきるか。あー、ただ待って、くるっ、くるっとこっち向いて、もう。あ、ここにあった。無名騎士。そこを待って、これちょうどそこにいるんだな。あえて待ってからの、ゆっくり行く。で、気づかれないように、よし、二つ。これ取って、これでもうほぼほぼないです。待って待って、多分来てる、これ。おーいー。ほら、また、あ、こっちも来た。危ね、危ね、危ね、危ね。これ入ってくるのこれ。機械のコッペン。多分これ貫通するな、これ。待って、怖すぎない、これ。怖すぎないですか。バカでしょ、こいつ。多分こいつ、これ、すげえな。多分そっから入ってこれない。うわー、まずいまずいまずい。勝てなくもないか。やってみる。こいつ。脇から通ってくれるのに。ちょっとこれひどすぎるよ、こんなの。あ、待って、こいつできたし、もう、こっちはこっちで忙しいのに。ずーっとそこいるし。なんなの？ファンなの？火炎壺。これ食らう？あ、結構通ったな。よし。冒険が、1600。と、毒の奇跡。さらに、これうまいね。毒の奇跡。これやっぱ手数武器かな。レイピアとか。で、これで、ここかな。ここね。よし。さて、三つ目だ。で、これでもって、あのゲートね、あれ開きました。そこの、あそこのあの、なんていうの、食材ね。あれちょっと配置おかしくない？あの3つ。多分あれってもともと4つあったのかな。で、まあそのうち1個ね、あのデーモンか。あそこだとすると、すごい、なんか、ガテンがいく。配置的に。そこ、これどこ？ここら辺？こっちかな。そう、これ順路が分かんねえ。こっちの奥じゃないや。どこだ、どこ。あ、まだでかい人いた。でかい人いるです。こっちの、あ、ここね。これね、ほら、多分ここにもう一個あったんじゃないっていうわけでもない。なんかそうでもないな。すいません、そうでもないわ。あとあの上ね、そこの上はこっからかな。こういける？いや、そこのこっちかな。こういってこうね。こんな、誰がこんな武器をいっぱいぶっ刺したの？これね、と喪失石。ただ、あ、待って、これ敵だわ。ほら、これね。で、あの、待って。手前のこれね、ほら。あ、だよね。あぶねえ。これつい、すいません、すいません。あー、待って、あいつはあの日とか、なんていうの、カラス人？こいつか。これも、待って、バーって殺そうと思ったんだけど、これやばい。やばかったな。うわー。これまずったな。ちょっとまずったな。先にあの、上行ってこいつをしばくべきだった。こいつね、これやっとくか。毒なのこれ。うるさい、うるさい、うるさい、騒音ですよ。
これ一匹単体ね。これ2発いて、まずい、あのラッシュまずい、回復かな。ちょっと待って、先に振っとく。よし、で回復してからのこいつ最後にくらね。よし、しっかり見切れば大丈夫と。語り部の杖、これ見とこうか。語り部の杖、異民者たちに絵画の伝承を語る異端の語り部の杖。彼ら自身もまた居場所の異民人であり、その体も魂も杖もすべて汚れている。で、戦は毒の奉仕。と、無名騎士装備。これ何、なんかテキストだいぶ短くない？途中だったの？途中で放棄したの？たったの2行、かわいそうに。これかわいそうすぎない？無名騎士。で、これの上ね。多分、ここの、ね、そっちかな？なんか、上のアイテムね。これ死んでるね。そっから、そこ降り立ってそっち？ちょっと待ってな。なんか、構造がこれよくわからん。いや、ここじゃないか。まあいいや。そこもなんかある？いや、ないね。うわ、そこで何してんのあれ。あ、戦ってんのか。多分、不死体かな？ファランの。で、その隙に、あ、こっちかな。これいける？いや、これ止まってる？ただね、そこにほら、この入り口があるんだ。これってあの巨大結晶とかね、あそこに行く？呪いが有効、死んだふり、闇霊が有効。あ、ここで何？かがり火。ここで？これどこ？これは城塞の外縁。で、多分後ろに行けばボス戦かな。その前に、この前に行く。これがね、おそらくは、継承トカゲ。ああ、ただ、これできんのか。侵入している。ちょっと待って、ちょっと待って。なんかこれ勝手に侵入したくていいんだけど。え、何？侵入してんの？あらまあ。侵入しちゃう？スクロールがある。うわぁ、勝手に侵入したぞ。多分、他のプレイヤーかな。あ、あれかな。すまね、背後から。この人ね。これね。回避。これやっつければの、報酬がもらえるよ。これかわいそうすぎない？え、これ3対1ってこと？あ、これ強いな。回復。回避。これ戦技かな。ほらよ。え、今当たったろ今の。まあ若干ラグあんだな。そう、全開した。敵も両手持ち。あの、そこの、この赤い方々は、これなんだろう。おら、回避。おし。で、回復。あの、赤い方だったらなんだろう。おら、4発。くそ、この、マイステ。よし。ちょっとエスト、これ何本持ってんだよ、それ。結構いい感じじゃない？ただ、あ、敵のエスト好きだから、もう、さすがに。はい。これ、横振り。突然の横振り。いや、まだエスト持ってるの？何本持ってるの？あの、あいつは何なの？あれ、味方ってこと？あ、そこでエンチャントしてくる。あ、そう。ちょっと回避かな。あ、クイックストップ持ってるわ、あれ。うわ、こいつ。
何？なんか仲間来たぞ。早く。これくたばりそうだな。なんかめっちゃ強くなった。なんだあれ。これって誰これ。これ敵なのこれ。ちょっと待ってね。これ敵なのこれ。あ、これ敵かこれ。おいー、これじゃない、これ誰を倒せばいいのこれ。これ終わってないこれ。これもない、これも敵なの。これどうなってんの、これどうなってるんですかこのゲーム。これガチでどうなってんの、よくわかんないんだけど。くたばるよ、もう途中まで良かったのに。何なのこれ。エースとか1本しかない。まあ、死んだ死んだ。はい、あ、死んだ。もう惜しいなこれ。喜んでるくそこいつだべ。これが楽そうですよ。くそ、勝手に入っちゃった。入る気はなかったんだけど勝手に入っちゃった。多分これ制約のせいかな。あ、でここで結晶ちゃんね、先に強突きかな。でからのジャクジャク当ててからスタート。もう2発ぐらいいけたな。これローリング違うね。これ痛いんだよね。これパックンチョ、あ違う、ひるませて3発。スタミナないよ。これ違う、これいったかな。よし、で今の鱗2つね。これめっちゃでかいわ、鱗2つか。でこれでもってあのここね、黒騎士ね。待って、黒騎士はいい、黒騎士はいい、来なくていい、来なくていいよ。いや待って、侵入もしなくていい、侵入もしなくていい、マジで。おい、これ絶対まださっきの人じゃんこれ。え、これさっきの人じゃん。もう殺してくれよ。もうだってこれリンチじゃないこれ。3発回避、回避、回復、回復、回復。もうまたあの後ろからほら青い人来たよ。これ誰やってくるのこれ。あ、いいぞ、多分これ2対1じゃない。よし、やるぞ、これならば勝てるぞ。いって、まだあいつの攻撃はなんか当たってない。あ、あれも多分タプレイヤーってこと。あのフレンドリーファイヤーか、これ。この人ね。ボナパルトさん。あ、多分これタプレイヤーだな。あんまり手を出さない方がいい。回復ないし、投げナイフかな。となったら。ひたすら投げナイフか、この火炎壺なんかポイ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 するっていう。すげえうぜえことしよう。ほら。まあ、それか投げナイフか。あ、いいぞ、3人来た。あー、多分これ闘技場なんだね、ここね。あ、待って待って、人来た。おーし、やった、冒険がやったぞ。ただこのこれがホストかな、主。助けて助けて、青さん助けて。仲間、おい仲間どこ行った、消えた。消えたじゃん。はい、あぶね、はい、あ、行ったか、死んだ。あ、これ混ぜた、あ、いった。もうくそー、褒められた、ちょっと褒められた。あ、まずいまずいまずい、ちょっと待ってな、黒騎士いた。あと敵、そう、これ敵いるんだよ。で、こっちに行っちゃうと多分入っちゃう。持ってきてる？来ない？よし、一旦これで再しようかな。これもう侵入はいいや、したくない。一旦帰ります。で今回生命力かな。よし、さて
で、これでボス戦ね。で、ここからそっちかな。で、なんだけど、ただね、その前に、この戦闘ね。あれ、あ、びっくりした、びっくりした。すげえびっくりしたよ、これ。あれ、これ、不死体じゃないかな。強いやつ。え、これどこで来たの？いや、これ普通にこれ強くない？くっそ強いんですけど。これは、漁夫の竜を狙いたかった。うわー、これ一発が重い、重い。ガチで重いっす、これ。はい、あ、まずい。これ月かな。今の渾身の月は絶対外しちゃダメなやつだったで。はい、よし、すげえ。こいつは何、これで持ってだいぶ持ってかれるよ。エスト、これ弱いね。よし、この子は癒し系だ。まあ、あと、こいつね。これは残り火。こっから、こう上に行けんだな。あと、そこね、アイテム。よし。これって何？ボスに負けるたんびにこれやんの？この雑魚処理。これだいぶこれきつくない？盾はないからな。今更だけど。で、まあ、それが爆走かな。こっち。さて、この中だ。これを開く。さあ、これはボス戦な。深淵の感謝。こいつは確かなんか特殊なボスだった記憶がある。3発。普通に最初弱いんだけど、ただこれで終わりじゃありません。あー、増えるんだな。これが困るね。先にさっさと終わらせたいな。3人。あと赤目か。あ、ただ敵対しちゃってる。これ前ステかな。前捨てかなと言いながら食らうんだけど。よし、待って、どこ見てんの。で、これからが本番です。アビスウォッチャーやり合おう。これ前捨て、ま、ちょ、ま、前捨てって分かってんだけど。うわー、待って、これ何もできずに死ぬぞ。これ一発回復。
降ってきたら前捨てかなきゃいけない。というわけでもないんだな。これ好きやろこれ。回避回避回避。で、ここら辺でこう、しばくのか。2発。あ、意外といけるな。距離取って、適度に前捨てしてからの、これ回避ね。で、2発。刺されなくても気にしない。あの、燃えもきついこれ。回避。これ直線ね。さっき見た。回避からの2発。3発、あ、無理か。1発か。これまずい。よし、スタミナ貯めて、前捨て、前捨て、前捨て。で、1発。お、いた。致命ね。意外とこれいけるな。全然いけるわ。あ、勝っちゃった。やったどー。意外といけた舞。で、これってのは純アイテムかな。王の滝に。と、老血のソウル。老血を受けた感謝たちのソウルは、また老血の主のソウルでもある。この老血の主、これアルトニウスとはまた違うのかな。と、これね、王の滝木。深淵の感謝たちが残した王の滝木。王が玉座に戻るのならば、その滝木を戻せばよい。千代和家に誓った深淵の感謝たちの王の資格は、その老血にこそあった。これそうだね。ちょっと、連戦しようか。で、こっから先が、次マップ。多分これかな。開いちゃった。すいません。勝手に開いちゃった。この下ね。こっから次、どこだったっけ？多分地下道かな。カタコンベ。で、一旦帰ります。で、持って、あの滝ね。あれたらに、もう置いてある。いや、これかな？ここね。で、ここに、戻す。よし。これ、滝っていうかね、首を持ってくるのか。武将のごとく。と、ルドレス。ソウルネセだ。で、この錬成武器、これってのは2つあります。まず片っぽ、狼騎士の体験。と、もう1つ、これは特殊特体験、ファランの体験。自分だったらこっちかな。体験ね。毒だけはね、あの横振りになっちゃうんだ。自分縦振りがいい。よし、ちょっと振ってみよう。これなかなかかっこいいね。武骨な体験って感じ。はいね、縦振りだわ。スタミナは多分クレームはあれと一緒かな。4回触れると、今
これ横なんだ。月じゃない。これね。となると、そうね。月か。月は出せない。構えかな。構えからの弱。これ横なんだ。分っていう。と、これは多分これがその月の香りかな。これね。ただ、FP だいぶ使うけど、一周回って、消えていく。これ切れても出せるんだ。ただ、多分だいぶ火力は下がるはず。あと、この人。ああ、I know you. Been some time. I just dropped in to see how she's getting on. Now, what are you playing at with this circus? This cesspool of doddering old folk and degenerates. Couldn't be better. She must fit in perfectly here. This place is a sec- couldn't hope for better. こいつボディーガードっていう感じじゃないね。多分人質なのかな。で、彼女ね、禁忌とされる展示戦勝っていうのを渡してイベントを進行してあります。多分これで次に進んでいくはず。じゃあそうですね、今回は時間の切れがちょうどいいんで一旦ここで終わりにして、で、次回ね、あの親友の感謝、あの部屋からさらに先に進んでいきましょう。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あと Twitter のフォローをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回ダークソウル3でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。